あいつだけは許さない。誰？待って、タイム。大人気コミックがついにドラマ化。ヤクザに母親を奪われた。絶対殺す。修行の末、最強のマッサージ師になった。私を弟子にしてください。先生はなんで始末師になったんですか？復讐。やべえよこいつ。立たないんだよ。てめえらに今夜を楽しむ資格はある？ねえのトーンで言うなよ。簡単な肩ほぐしな客が来る。ん？気持ちいいです。新しい情報出せ。腰が痛いって言ってた。この手で揉み殺してやる。どうしてわざわざ始末で殺すんですか？俺はあの日から30年間ツボだけを研究してきた。それなのに違う方法で殺すなんてもったいねえじゃん。やっぱりやべえやつだった。この指を抜いてから3秒後にてめえは死ぬ。俺もそれを言いたい。それは言っちゃダメなんじゃないですか？マジで。笑いのツボを押しまくるマッサージ復讐劇が始まる。あいつは俺の手で殺す。ケンシロウによろしく。あたた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 。お前はもうほぐれている。お前バカにしてるだろ。俺ってそんなんかよ。そんなんだよ。